すでに世界は大恐慌の頂点を極め、全人類は絶望に打ちひしがれていた。そんな大敗しきった世界を立て直すために、死んだロックスターの蘇生を試みる暗黒集団が現れた。その名は、神の犬の警視隊員たちは、ロックスターの骨のかけらを採取するべく、黄泉の国へと旅立った。そして、ついに、血の しぶき一瞬にまみれて草木も枯れる。
切れた骨まで触る。